レッドストーンだけはやっぱね、うん、羊毛とね鮮やかさが変わっちゃうって言われてて。あ、そうですね。でただレッドストーンの代用が TNT だっていう風に見て、それはやめた方がいいですマジでやめた方がいいです本当なんかね、TNT とあのレッドストーンが全く同じのみに空中だと見えるっていうのも調べたから、うん、TNT で代用はいっぱい簡単に作れるしありかなと思ったんだけど、ダメな理由が2つあって、あの、うん、1個はあのレッドストーンの方がまず集めやすいのが1つと、え、そうなの？そうですよ、だから粉になっちゃうんで、あのあれです、ピッケルが例えば幸運のピッケルとか持ってたら、レッドストーン幸運のピッケルで壊せばいっぱい増えるんで、TNT 集めるよりも絶対楽なんですよ。うんうん。で2つ目が砂漠で作るんですよ、あれって。うんうん。で敵がめっちゃ湧くんですよ。でどの高さで作るかにもよるんですけど、あの上にも下にも湧くんですよね。うんうんうん。でクリーパー当たり前のように湧くんですけど、うん、それ以外のものを羊毛で作ると、うん、燃えるじゃないですかあ、お察しいただけましたかそういうことです。爆発しちゃうねそうなんですよ。あ、だから TNT の方が簡易でいいやと思ったけどダメなんだ。そうですね。で、まだダイヤ集めるとかの兼ね合いで、床掘ってたらいくらでもレッドストーンは集まるので、レッドストーンの方が効率いいですよ。なんか手伝いしましょうか、後で時間あれば。うん。なんかね、この私の羽は、はい、その鮮やかな赤なんだって。で口とかが普通の赤だから、うん、そこ色変えた方が可愛いなって思ったんだよね。だから、そうですね、鮮やかな赤と普通の赤でやっぱりそこだけは色変えたくて、うん、だからレッドストーンの代わりになる色をね調べたらね、うんうんうん、TNT しかなかったでもなんかなんだったら口とかもっとなんだろう、例えばピンクとかにしても可愛いかなと思いますよ。あー、そっか、そう、それだけ、うん、そうね、参考にみたいなね。うん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 。なんかいろんな色をこう空先輩が代用できるんじゃないかってアレンジ探してるのすごいなと思います。めっちゃ賢い。え、じゃあ行きましょうよ。行こう。空先輩のトレイ見ましょう。